はい、こんにちは、リアハリ救世隊員です。今回はカチカチのふくらはぎをゆるゆるに柔らかくする方法についてお伝えしていきます。結構ふくらはぎってまあ女性の方特にパンパンに張ってカチカチに固まりやすいんですけども、そのふくらはぎの張った状態を放置したままにしてないでしょうか。で、実はふくらはぎってすごい大事なところで、そのふくらはぎが硬いままの状態を放置してしまうと、実は膝の痛みとか腰痛とかそういった痛みが悪化するリスクにもつながりますし、あとちょっと歩いただけですぐ足がだるくなってしまったりとか、あとは足がつりやすくなってしまったりとか、そういったさまざまな症状につながる可能性っていうのが高まってしまうんですね。なので今回お伝えする内容を実践してもらうことによって、そういった膝の痛みとか腰痛の実は解消につながってきたりとか、あとは痛くない人でも予防につながってきたり、あとは足のだるさの解消であったりとか、あとは足がつりにくくなったりしますので、ぜひ今日の動画最後まで見ていただいて、早速今日から実践してそういった症状の解消につなげていただければなと思います。ではふくらはぎを緩めるやり方をお伝えしていくんですけども、まずですね、そのふくらはぎを柔らかくするって聞くと、なんかふくらはぎのこういうマッサージをするといいっていうイメージがあるんですけども、まあ、もちろんふくらはぎをマッサージして緩めるっていうのも大事ですけども、その前にですね、ある部位をしっかり緩めることによってふくらはぎっていうのがしっかりゆるゆるに緩んでくるんですね。じゃあそのしっかり緩めた方がいいポイントはどこかというと、実はお尻の筋肉なんです。実はふくらはぎの筋肉とお尻の筋肉っていうのはつながってまして、実際にふくらはぎがパンパンにカチカチに硬い人って共通してお尻の筋肉もカチカチに固まってしまってるんです。で、そういったカチカチに固まったふくらはぎの筋肉だけバッと緩めても、そのまま緩んでもお尻も硬い状態のままやったら結局またカチカチに固まってしまうんですね。だから大事なのはふくらはぎを緩める前に、まずお尻の筋肉っていうのをちゃんと緩めてあげる。お尻の筋肉を緩めたら、もう比例してふくらはぎの筋肉も緩んでくるんです。で、その状態でさらにふくらはぎを緩めてあげることによって、しっかりとカチカチに固まってしまった筋肉っていうのをゆるゆるに緩めることが可能になってきます。なので今からカチカチのふくらはぎを緩めるためのお尻の筋肉の緩め方っていうのをお伝えしていくのと、その次にですね、ある程度緩んだ状態でのふくらはぎを緩める方法について具体的にお伝えの方をしていきます。はい、ではまずふくらはぎを緩めるためにやってほしいお尻の筋肉の緩め方についてお伝えしていきます。で、このお尻の筋肉を緩めるときに使ってほしいのがこういったテニスボールです。で、このテニスボールでお尻の筋肉っていうのを刺激してあげる。で、それで緩んだ状態で次にストレッチして緩めてあげるですね。それですることによって、もうお尻の筋肉っていうのをしっかり緩めることができますので、今からそのやり方についてお伝えの方をしていきます。ではまずテニスボールで刺激してほしいポイントですけども、この後ろですね、この後ろの骨盤のところを触った時にポコッと出っ張った骨がここに触れます。で、この出っ張った骨のもうやや外側ですね、この骨の際の部分、ここの部分をしっかり刺激してあげることによってお尻の筋肉っていうのが緩んでくれます。なので、もしテニスボールがない方っていうのは、このお尻の後ろの出っ張った骨の横の部分を、この手の親指のこう付け根の部分ですね、ここの部分でこう上下にこうやって骨の際を上下に動かすようにしてマッサージしてあげるだけでも結構緩みます。なので、これを 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って形でテニスボールない方はマッサージしてあげるだけでも大丈夫です。ただこうやってすると手がちょっと疲れると思うので、そのテニスボールでの刺激の仕方ですねについてお伝えしていきます。ではまずこのテニスボールを先ほどお伝えした後ろにある出っ張った骨のやや外側ですね、やや外側の部分にテニスボールを当てます。で、この状態で膝を立ててもらって、これでテニスボールを挟んだお尻側にこの膝ですね、膝を両方つけたまま、膝と足のところつけたままじわーっとそのテニスボール側に倒していきます。で、倒していくとそテニスボールでお尻の部分が刺激されます。で、これも痛いって感じるところまでやるとちょっと刺激が強すぎて良くないですので、あ、なんか刺激されて痛気持ちいいなって感じるところですね、感じるところで足を止めてもらって、で、止めた状態で息を大きく吸って、で、ふーっと吐いて、で、この深呼吸ですね、深く吸って深く吐いてを1とカウントして、これを5回ですね、5回吸って吐いてを繰り返してください。
で、この深呼吸してもらう意味っていうのは、呼吸を深くすることによって、この筋肉っていうのが緩みやすくなるんですね。で、さらにテニスボールを刺激しながら、大きく深呼吸することによって、しっかりお尻の筋肉を緩めることができますので、だから深い呼吸をして、5回ですね。5回して、このお尻の部分っていうのをテニスボールで刺激してください。はい。では、先ほどのやり方で、このお尻の筋肉を刺激して緩めたら、次にやってもらうのがストレッチです。なので、今からそのストレッチのやり方についてお伝えしていきます。では、やり方ですけども、まずこの伸ばすお尻側と反対側の足っていうのは伸ばします。で、伸ばした状態で、股関節を外にグーッと開きます。で、開いた状態で、まず、こちらの手でですね、膝の外側を持って、で、反対の手で足首の外側を持ちます。見やすいようにちょっとこちら側からすると、いうようなこういったポーズですね。こういったポーズで股関節を開いて、で、両手で、これ膝の外側と足首の外側っていうのを持ちます。で、そのポーズを取ったら次は、この膝と足首の部分ですね。これを自分の方にぐーっと引き寄せていきます。で、引き寄せていくと、このお尻の筋肉っていうのを伸びるのが感じると思います。で、そのお尻の筋肉が痛気持ちよく感じて伸びてるって感じるところで、15秒ですね。15秒間カウントしてお尻の筋肉っていうのをしっかり緩めてください。で、15秒経ったら戻すです。で、戻したら次反対ですね。反対も同じ要領で、膝の外側と足首の外側を持ってぐーっと自分の方に引き寄せてですね。で、反対の足っていうのは伸ばしたままですね。伸ばしたまま、これも15秒間ですね。この伸びてるところを静止してですね、キープして15秒カウントしてください。で、これを左右1セットとしてできれば2セットからできる方は3セットほどしてほしいです。そうすることによって、お尻の筋肉ですね。お尻の筋肉っていうのがまずゆるゆるに緩んできます。で、これ、お尻の筋肉緩めてからふくらはぎ触るとわかるんですけども、すごく柔らかくなっています。それぐらい、お尻の筋肉緩めるとふくらはぎの筋肉が緩みますので、ぜひ、まず実践してお尻の筋肉っていうのを緩めていただければなと思います。はい。では、お尻が緩んだところで次にやってもらうのが、ふくらはぎの筋肉っていうのを次具体的に緩めていきます。でも、そのやり方ですけども、まず、ふくらはぎの筋肉を緩めるときに刺激してほしいポイントっていうのがありまして、それが、実は、膝の裏の部分です。膝の真裏の、やや、足首側に行ったところですね。そこのポイントの部分を、逆の膝ですね。膝頭のところに当てます。まあ、膝の裏のところに当てようとしたら自然とその先のポイントに当たると思います。なので、ポジションとしてはこういった姿勢ですね。こういったポジションをとって、もうこの時点で結構ふくらはぎの筋肉の部分が刺激されていると思います。で、この状態のままですね、この状態のまま、指先ですね、指先っていうのをゆっくりと手前に引いていきます。で、手前に引けば引くほど、この刺激してるポイントが刺激されて、結構痛気持ちよく感じてくると思います。で、その痛気持ちよく感じるポイントまで指先を手前まで持ってきて、で、それで気持ちいいなって感じるところで止めてもらって、これで15秒間その位置をキープです。15秒カウントしてその位置をキープして、ふくらはぎの筋肉っていうのを緩めていきます。で、また反対も同じ要領ですね。膝頭のところに膝の裏を当てて、ですね。で、このようにダラーンとすると、膝の裏のやや、足首側のところの筋肉の部分が刺激されます。で、そのポイントを刺激した状態で指先をぐーっと手前に引いていくと、さらにそのポイントが刺激されるのを感じます。で、それで、あ、痛気持ちいいなーって感じるところで止めてもらって、で、止めてもらってそのまままだ15秒間その位置をキープします。で、15秒経ったら戻すですね。で、これも左右1セットカウントして、できればこれも2セットから3セットやってほしいです。で、これをしっかりすることによって、お尻の筋肉を緩めて、緩んだふくらはぎの筋肉っていうのをさらに緩めることができるので、カチカチのふくらはぎっていうのを、緩めることが可能になってきます。はい、では以上のやり方で、ふくらはぎの筋肉っていうのをしっかり緩めてあげることによって、もう膝の痛みとか腰痛とかそういった痛みの解消につながるだけではなくて、あとは足のだるさの解消とか、あと足のこむら返りの解消にもつながってきますので、ぜひ今日の内容簡単にできると思うので、もう毎日でも実践してもらって、ふくらはぎの硬い筋肉っていうのを柔らかくしていただければなと思います。はい、本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。で、今ですね、関節を自分で解消して、一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という風な、有料で伝えているような内容というのは無料で特別にプレゼントしています。で、そのプレゼントですけども、下の概要欄、
から受け取ることができますので、そちらから LINE に登録いただくと、プレゼント、無料の動画の3つの講座っていうのをプレゼントで受け取ってもらいますので、ぜひそちらの方も受け取ってもらって、自分で膝の痛みの解消であったり、関節痛の解消につなげてもらって、一生ですね、自分の足を保てるような状態っていうのを作っていただければなと思います。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。